作戦指揮官候補
走するか。キックオフで後半スタート。このスライディングが決まった。出た、七色の天候。まずい、こっちだ。何、天才的なドリブルだ。後ろに下がった反動を利用してジャンプ。そして豪快なボレーシュートだ。これはブロック失敗だ。これは見事、気迫のオーロラフローだ。あっと奪い返した。チャージが決まった。一気に決める。ここでゲルマン魂を持つ逃げを見せて翼くん。これはドライブシュート。ドライブシュートだ。いや、さらに凄まじいシュートだ。長距離砲勝つと言ったら勝つ。諦めるにはまだ早い。それよ、タックル、激しいタックル。ここだ。ここで決める。豪快なシュートだ。一発。ここはとっさに顔面ブロック。体ごとぶつかっていった。翼くん、お箱のヒールリフトだ。ツインシュートだ。これはゴールデンコンビが見せる大技、ツインシュートだ。横っとから振り向く反応。決めましたよ翼さん。まさに一脚の一撃でゴールのゲット。俺たちのサッカーに諦めはない。みんな行くぞ。鋭い刃のごとく相手チームに襲いかかるのか。ダマシのようなプラス、勇ましい突破だ。今がチャンスだ。ここでゲルマンダマシを見せつけてくるのか。松山くん、ダマシのようなドリープレイだ。これが俺の武力の結晶、ワイルドイーグルだ。ボールに力を込め、アラバシが飛び立った。あっと、これを弾いた。ナイス。後ろに下がった反動を利用していけ。そして豪快なボレーシュートだ。そのまま押し込んだ。鮮やかに決めました。俺たちのサッカーに諦めはない。ベストのゴリラだ。スライディングでカット。あっと、つらささえ。ここは2人で仕掛けてきた。ワンツーで折り返す。ここでスルーパス。息のあった連携プレーが見れるのか。短いパスの連携、翼くん、スルーパスを狙う。天才的なドリブルだ。ここだ。これで決める。豪快なシュートだ。あ、ここで翼くん、一発のシュートを放った。森林くん、このシュートに反応して、タックン、力を貯めて強烈なシュート。あっと、これを弾いた。ホームチーム、この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。